七つの大罪ポケットの中の騎士団。ロードって時間かかるよな。落ち着け。魔力の充填もデータの充填も平常心が要。まあそう焦るなって。時間の進みを早くしてみたがまだ足りぬようだな。人間にはこの飛散する電波が見えないのか。時間の流れは一定ではない。今は遅い流れだ。これは、未だ人と、人ならざる者の世界が、分かたれてはいなかった古の物語。国を守る聖騎士たちは、絶大なる魔力を有し、恐れ、敬われた。だが、その中で、国を裏切り、全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。小僧じゃねえよ、マスターな。We'll be right back.
おう、このホーク様の店で何やってんだ。メリオダス、ここ。
か。子供じゃないわ。妖精王ハーレクインの妹エレインよ。よく読めよ。メリオダス。
こう。全部もらう。逃がさないよ。セッコリーシング、うるさい。俺が蹴りをつける。七つの大罪。
探しているんです。七つの大罪を。このシャビの騎士ホークを。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。そっか。ポコッ！